おはようございます。撮影日2020年10月13日水曜日、時刻は7時58分。ここは長良鉄道の鴨野駅です。まあ平日の朝ということで、これから学校に向かう日なんですけど、一言は7時53分に鴨野駅を出発する予定なんですけど、めちゃくちゃに遷移をしております。最終的に出発したらなんと8時ですよ。8時でいくくないですかね。本来であれば次富岡に8時1分に着くんで、もうその付近まで行くはずなんですけど、ここまだ鴨野なんですよ。なのでもうここの時点で何分も遅延している時なんですね。列車は関口に到着して、乗降は完了しまして出発しようとしております。この時点では7分の遅延となっております。もう本来であれば、ね、ここはもう関市役所前に到着しようとしているところなんです。それくらいめちゃくちゃに遅延しているということを、ね、伝えたいのです。そもそもなんでこんなに遅延しているのかと言いますと、大雨の影響なんですよね。早朝に大雨が降ったので、いつもと同じように走っていると危険ということで、高山線の遅延がここまで来たというわけですね。高山線、タイタ線を待っているのか分かりませんが、その列車を待ってから長良鉄道を発車したということになって今に至るわけですね。時刻8時6分になりました。関駅を発車、次は関市役所前に停まります。全国であれば関駅8時分の発車となったんですが、遅延の影響で6分遅れての発車となりました。関だとね、会社員の人たちがね、よく降りていくんですけども、ちゃんとね、出勤時間に間に合ったのかちょっと気になるところがあります。バスに乗れる人もいるのか分かりませんが、本当に気になるところであります。8時20分21分に近いですが、学校の前より行き過ぎしもち到着です。本来では8時14分に着くので6分の遅延なんですね。定刻に走っていると、するとこの時間は終電の見直しです。乗降するのは2分かかって、8時22分席下を出発していた感じね。最終的には2分遅延が膨大しまして、8分の遅れとなりました。アテコの関係で遅延していますから仕方はないんですけどもね、この動画にありますが、運転手さんに気持ちを伝えたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。そんなことはね、また改めて感じることができました。今日の動画は声です。ご視聴ありがとうございました。